はい、皆様お晩でございます。操作でございます。今からですね、高速バスの方に、乗りたいと思います。22時26分発、ね、チケットもちゃんとここに、チケットもねちゃんとここにありますので、ではこれから乗りたいと思います。はい、というわけでですね、はい、というわけでですね、ちょっと暗い中ではございますが、今あの車に乗って相方の運転で今移動しております。寒いですねやっぱりね、うん、ジャンバー着て正解だったかもしれない。人生通算3度目の夜行バスに乗りましょうということで、ちょっと待機場所まで、行きたいと思います。はい、今待機場所の方に、着いたんですが、まだね10時2分ということで、まあ、10時かまだ10時ということで、まだバスが来るまで、まあ、30分弱時間があるので、ここでちょっとゆったり過ごしたいと思います、ね。なんだかんだ言ってもね、やっぱり一服は絶対だよね。あ、え、お、あ、バス組ですね。あれは本物を忘れてきた。愛子さんの時に一服ちょっと違うわけ、ちょっと時間まではまだあるんだよね。すげえ大掛かりな荷物だね。道路上でね、あれをやられるとね、非常に行きづらいんですよ。ただ通常の路線バスと違って、もう席が決まってるので、そんなに早く行く必要はないんですよね。私は 8C ですから。はい、今日はちょっと珍しく長編になりそうだぞ。いや、ずっとはつけないよ。さすがに容量がないから。乗るまで、うん、つけてるってことですね、要は。はい、はい、ここはですね、気仙沼市役所前のバス停ですね。あ、バス停名言っちゃった。高速バスをここから乗るわけでございますが、これ東北電力のビルなんですね。このイルミネーション、これイルミネーションっていうのかな、これどうなのか、ちょっと定かではないんですが、ちょっと不気味さもね、感じながら、いるんですけども、まあ、この正面に見えるちょっと分かりづらいですけどもね、街灯の下、ここにバス停がありまして、ここから、バスに乗ったわけでございます。はい、すごくねバスの中は大変でした。本当にもう半分寝てて半分起きた感じでしたかね。うん、もうとにかくね、なんていうんですかね、もうすっごいこう空気もよどんでる感じ。それを通ゆ知らずして今現在10時8分と出てますが、そういう目に遭うとも通ゆ知らず、バスを待っている車内でございます。ちなみに横には相方がいまして、相方もね、やっぱりしばらく離れるということで、ちょっと寂しそうな、表情で、いました。はい、で、バス停のところにね、カップルらしき、2人がいたんですけどもね、この方々とも一緒に、東京の方に、向かいました。はい、そしてバス停の方に移動しまして、バスを待っております。この時5分前だったかな、うん、予定時刻の5分前、まあ、ちょっと、まあ、バス到着は遅れたんですけども、まあそれでもまあ寒空の下、待っておりました。ちなみに外は氷点下1度ということで、寒くてですね、横にいたカップルの、彼氏の方ですかね、しきりにダンスを、ね、なんか YouTube で見ながら踊ってたんですけども、もう音がないんで変な風にしか見えませんでした。まあそうこう言ってるうちに、池袋行き、気仙ライナーが、到着
ね、しました。バスのね、先頭に池袋と書いてあったハザードを焚いて、こういう風に、でっかいバスが来ましたね。3列独立シートでございまして、乗った時にはもうすでに車内のあたりは消されましたね。はい、ドアがゆっくり開きまして、さあこれから戦いに挑むぞって、ね、高速夜行バスの戦いに挑むぞということで、車内入るとこんな感じでした。前の人がね、椅子を思いのほか倒していたのでちょっとびっくりしたんですけども、すぐに気づいて椅子をね、上げてくれました。というわけで、以上、高速バス乗るまでの様子でした。以上、ご視聴ありがとうございました。